よろしくお願いします。今月8日、窒息不整脈のため18歳という若さで休止したアイドルグループ私立恵比寿中学の松野里奈さん、昨日土曜日に星彦横浜で送る会が営まれ、恵比中のメンバーや姉妹グループ桃色クローバー Z など松野さんと親交のあった芸能人が参列。グループに楽曲を提供していた音楽プロデューサーのヒャダインさんは、小学6年生の頃から見てたんですけど、最初本当に歌が本当に下手くそで、で全然ダメだったんですけど、でもやればやるほどもう上手くなって、彼女のおかげで努力すれば人間は変われるんだっていう、女の子アイドル若い子たちには限界はないんだということを松野里奈にはすごく教えてもらいましたね。会場にはファンおよそ2万人も参列し、松野さんと最後の別れを惜しんだ。